ール。今度は何を企んでいる。私は偉大なる意志の代行者。すべては我が主の望みのままに。開かれし国の王子よ、そなたの身、我が主の御ために捧げてもらうぞ。しまった。しばらくは目を覚ますな。その身を預からせてもらうぞ、開かれし国の王子。待ちなさい。お兄様をどこへ連れて行くつもりですか、トール。開かれし国の王女か。ある異界の英雄たちが天上の戦士としてふさわしいか選定する。そのためにそなたの兄の力を借りることにしたの。なんだかよくわからないですけど、いつもいつも思い通りになるなんて思わないでください。人間だって神様の都合よく動くばっかりじゃないんですから。その通りだ、開かれし国の王女よ。神の力すら凌駕する強き魂、それこそが人間に与えられた神をもしのぐ武器。我が意を阻まんとするならば、そなたも来るがよい。強き意志と戦いを求める魂を持って、竜の血の世界へ。確かこの辺りだったな、扉があった場所は。あ、ねえねえ、これじゃない？お、確かにそうだったな。しかしこうして見るとただの残骸にしか見えねえな。今は特に力も感じません。最近この扉が使われたとは思いませんね。でも最近起きてるやたらめったら異界の裂け目ができる事件はこれに関係してるんでしょ。確証があるわけではないが、以前別の世界よりアルフォンス王子たちが来た時に似た状況なのは確かだ。何か手がかりがあればと思ったんだけど。え？光が、まさか扉が開くのか。開いた。開きましたよ、アンナ隊長。でもすぐ閉じちゃいそうです。それでも私一人くらいなら。声、扉の向こう側から聞こえているのか。こんなチャンスまたあるかわからないですから、私だけでも行ってきます。ついた。ここが竜の血の異界。君は？もしやあなたがアルベリアの第七位王子様？お兄様から聞いていた通りです。お兄様？まさか君はアルフォンス王子の妹？はい、アスク王国の第一王者シャロンです。お会いできて光栄です。90年前から。
90年？それくらい嬉しいってことです。うん、俺もあえて嬉しいよ、シャロン王女。話には聞いてたけど、兄貴のアルフォンスとは随分性格が違うみたいだな。楽しくていいじゃない。私、仲良くできそうだな。お、妖精さん。さては、あなたがナームさんですね。言ってた通り、こっちの妖精さんは小さいんですね。こっちに？みんな大変だ。ロブレールの近くに異界の裂け目がたくさんできちまったみたいだ。また異界の裂け目か。ああ、しかも今度は閉じる気配がない。裂け目から出てきた魔獣が街を狙ってる。このままじゃヤバいぜ。わかった、すぐに向かおう。シャロン王女、すまない。君に聞きたい話もあるんだけど、今は。王子、私も一緒に行きます。シャロン王女、でも。行かせてください。多分私たちに原因があると思うんです。原因？やはりアスク王族の開く力が。はい、詳しい話は長くなりますが。それならなおのこと、あなたを危険にさらすわけにはいかない。どうか安全な場所に。大丈夫、私結構強いんです。特務機関で鍛えられてますから。分かった、一緒に行こう、シャロン王女。よろしいのですか、殿下。彼女のことはアルフォンス王子から聞いている。その話通りならきっと俺たちの力にもなってくれるはずだ。それに近くにいた方がかえって危険からも守りやすいってもんだろ。そうだな。シャロン王女、改めてよろしく頼むよ。はい、こちらこそよろしくお願いします。噂の正常ですか。素敵ですね。そうだよ、ようこそシャロン正常。私たちの世界に。はい、ふつつか者ですが、よろしくお願いします。こちらこそよろしく、シャロン王女。悪かったね、いきなり俺たちの戦いに巻き込んでしまって。いえ、巻き込んだなんてそんな。むしろ謝るのは私の方かもしれないです。原因がアスク王族の持つ開く力にあると言っていたことですね。そうだ、そのことだけど詳しく教えてもらってもいいかな。はい、お兄様に聞いているかもしれませんが、アスク王国の王族は開く力と呼ばれる力を持っています。異なる世界への扉を開くための力なんですけど、しっかりとした扉のないこの世界は。ああ、君たちの世界に比べ不安定で、アスク王族の開く力に対して過敏だという話だった。そのせいで様々な場所に偶発的に異世界への入り口、異界の裂け目が開いてしまう。それってつまりアルフォンスが今この世界に来てるってことだよな。実はお兄様が戦いの最中にさらわれてしまったんです。アルフォンス王子がさらわれた？マジかよ。俺たちもアルフォンスの実力は知ってるが、そうやすやすと敵の手に落ちるようなやつじゃねえだろう。一体どんな相手だったんだ？相手は神様です。神？
伝承に残る天上の神、先人トール、そう相手は名乗っています。神様を名乗るだけあってむちゃくちゃな力を持ってて、私たちも頑張って抵抗したんですけど、結局お兄様をさらわれてしまって。そうだったのか。でもそのアルフォンス王子がなぜこの世界に。それがどうもトールの目的はこの世界にあるみたいなんです。はあ、どういうこと。私たちはそのトールなんて知らないわよ。私たちにもトールの目的はよくわからなくて、戦いを求める魂を持つ者たちを集めるとかなんとか。ただ竜の血の世界の英雄を選定するためにお兄様の力を借りるとか言うので、この世界のことなのかなって。竜の血の世界ですか。確かに言われればそういう気もしますが。英雄を選定か。どういうことだろう。単純に考えれば、そのトールとかいう神様が俺たちが神様のお眼鏡にかなうか見てくれるってことだろう。神だかなんだか知らないけど勝手な話よね。頼んだわけでもないのにありがた迷惑だわ。しかしそれをトールとやらがわざわざあなた方に言うというのがわからないな。何かの罠ではないのですか。多分違うと思います。トールは人を試すようなことをよくするんです。試練を与えるから乗り越えてみせろみたいな。文字通り神様らしくってわけかい。試される方にしてみりゃたまったもんじゃねえな。そうなんです、あの人いっつもそんなのばっかりで困っちゃいます。なるほど、一筋縄ではいかない人物のようだな。いや、神なのか。とにかく事情は分かった。それでシャロン王女はアルフォンス王子がこの世界にいると思ったんだね。はい、この世界と皆さんのことはお兄様から聞いていましたから、すぐにお会いできてよかったです。やっぱり私の日頃の行いのおかげですね。お前さんの日頃の行いは知らんが、目的は一緒だ。なんとかアルフォンスのやつを見つけてやろうぜ。何か手がかりが欲しいところですね。手がかりになるかわからないですけど、お兄様がさらわれるのと同時くらいに仲間たちも行方不明になってるんです。それがトールの仕業なら仲間たちもこの世界に来ている、来させられているかもしれません。君の仲間たちを使ってトールが俺たちに試練を与えようとしているかもしれないです。だからこの世界で何か不思議な出来事が起きていれば、そこに仲間がいるかも。その仲間がトールやひいてはアルフォンス王子の情報を持っているかもしれないというわけか。でも不思議な出来事って言われてもちょっと困るわよね。最近野菜の出来が悪くて困ってるとか近くの村で言われたけど関係ねえよな。そんなのでいいなら私だって寝坊する人が多くて困ってるって話を聞いたことあるよ。最近枝毛が増えたのはトールの仕業だったりしてくれないかしら。それならやっつければいいだけなのに。それかもしれません。枝毛？はい、私も枝毛で困ってて、これがトールの仕業ならいいなって。違います、その前の話です。寝坊する人ってもしかして
眠っちゃったまま起きてこないとかじゃないですか？私が聞いたのはなかなか起きてこない人がいるって話だったけど、私たちの世界で似たような事件が起きたことがあるんです。もしかするとそこに仲間がいるかもです。なるほど、よし行ってみよう。私が聞いた話だとこの先の村だったと思うんだけど、ただ寝ぼすけが多い村ってだけじゃなければいいけどな。本当にな、こんな天気がいい人が寝たまま起きたくなくなっても不思議じゃねえもんな。気を抜きすぎだぞ、リュカ。何が待ち受けているかわからないのだぞ。はあ、もうエルフィリスまであくびなんてどうしたんですか？すまない、なんだか急に眠気が襲ってきて。また眠くなってきちゃったかも。あ、そうでした。あの時も村に近づいたら急にみんな眠くなって、私もお兄様もみんな眠っちゃって、また寝ちゃいますね。そういうことは早く言ってよね。力が入らない。このままでは。兄様、兄様。兄様、起きてください。こんなところで寝ていたら風邪をひいちゃいますよ。え、ゼシア？なんです、そんなお化けでも見たような顔して。いや、だってゼシアは今、あれ？もう、いつまでも寝ぼけてないでくださいね。私たちは早く行かなきゃいけないんですから。早く行く？どこに？決まっているじゃないか。アルフォンス王子、よかった、無事だったのか。さらわれたって聞いたから心配したよ。そんなことはどうでもいいよ。ほら、行かないと。行く？アルフォンス王子もゼシアもどこに行くつもりなんだ？決まっているじゃないですか、兄様。大人の世界に、ですよ。大人の世界？幸福な夢の世界は、子供の世界。私たちは、大人の世界に行かなきゃいけないんです。そう。武器と血、破壊と闘争の世界。僕らは、そこに行かなくちゃ。アルフォンス王子、何を？君も連れて行ってあげるよ。終わりなき悪夢の世界に。やめてくれ、アルフォンス王子。一体どうしたら。王子、こっちです。え？
シャロン王女にナーム？分かった。ここまで来れば多分大丈夫です。シャロン王女、君はその大丈夫なのか？え？なんです？いや、先ほど会ったアルフォンス王子と妹はとても本人とは思えなかったから、君たちは大丈夫なのかなと。ああ、私まで疑ったでしょ。ひどい。ごめん、でも大丈夫です。ここにいるのはあなたのシャロンですよ。あなたの？まあ、何にせよよかった。殿下、ご無事で何よりです。やれやれ、お互いひどい目にあったみたいだな。みんなも無事だったのか。よかった。これはどういうことなんだ？俺たちは確かシャロン王女の仲間の手がかりを追っていたはずだけど。私もよく分かってないんですけど、は多分夢の中、夢の世界です。夢の世界？そんなまさか。あ、信じてませんね。そんなだから夢を忘れた寂しい大人とか言われちゃうんですよ。そんなこと言われたかな。でもシャロン王女はどうしてここが夢の世界だと思うんだい？私、前にも似たような目に遭ったことがあるんです。不思議な力で眠らされちゃって、気づいたら夢の国にいたことが。その時にとってもよく似てます。では、まさか本当に夢の世界が？その時はどうやって元の世界に戻ったんですか？それは夢の国の妖精さんが助けてくれて。え、妖精？妖精がいるの？ええ、そうなんです。私、夢の国の妖精さんとお友達になったんです。幸せな夢を見せる力を持っていて、私たちが悪夢に襲われた時に助けに来てくれて。夢は人の安息、夢は人の希望。そう、こんな風に。って、え？悪い夢さん、怖い夢さん、お願い、いなくなって。ピアニーさん、よかった、無事だったんですね。王子、皆さん、彼女が私が言っていた夢の国の妖精さんです。大きい。でもちゃんと羽もある。そっちの世界の妖精は大きいんだね。はい、ピアニーさんたちは私たちと同じくらいの背丈みたいです。だからナームさんを見たときびっくりしました。とにかくこれで大丈夫です。きっとピアニーさんが。待ってくれ、シャロン王女。彼女、何か様子がおかしくないか？え？ここは夢の世界、幸せな子供たちの世界。大人はいちゃいけないの。大人は子供たちから幸せな夢を奪う。大人たちは悪い夢、怖い夢。お願い、いなくなって。な、何を言ってるんですか、ピアニーさん。お願い、いなくなって。悪い夢はいなくなって。いなくなって
いなくなって、いなくなって。彼女に操られている。いや、これが夢を見せる力。まさか彼女が生み出しているのか。そんな、ティアニーさんはそんなことする人じゃないです。私の大事なお友達なんですから。なあ、本来はそうなんだろうな。多分あれのせいだ。生命を侵食し、その心も体もねじ曲げてしまう悪しき力です。そんな、どうしたらいいんです。ピアニーさんを助ける方法はないんですか。戦って彼女に取り付く黒いマナを使い果たさせれば、きっと。戦う、ピアニーさんと戦わなきゃならないんですか。気持ちはわかるわ。そりゃ嫌よね、こんな状況。でも大丈夫よ、私たちが何とかしてあげるから。いえ、皆さんにだけご迷惑はかけられません。それにお友達なんだから喧嘩くらいする時もあります。お前やるな、そういうお前もな、とか言っちゃうあれです。きっとこの後もっと仲良くなれるはずですから。前向きだな。よし、一緒に友達を黒いマナから解放してやろうぜ。はい、行きますよ、ピアニーさん。いなくなって。幸せな夢を見せてくれる素敵な妖精さんなんです。そう、幸せな夢。大人たちは悪い夢、怖い夢。幸せな夢のために大人はいらない。そんな、確かに大人は子供の夢を奪ってしまうこともあります。でも子供の夢を守ることができるのも大人のはずです。覚えていますか、ピアニーさん。私と仲良くなれるって言ってくれたのはピアニーさんじゃないですか。妖精と大人だって仲良くなれるんです。知らない、大人なんて夢を忘れた悲しい人。知らないなんて、そんな悲しいこと言わないでください。私覚えています、ピアニーさんの言葉。人間は成長していくうちに夢見る心を忘れて現実だけを見るようになる。大人になることは仕方ないって言ってましたけど、やっぱり寂しそうでした。それでもたとえ忘れられても大好きって言ってくれたじゃないですか。だからそのあなたが私を忘れたなんて言わないでください。シャロン。シャロン。あ、そうです、私です、シャロンです。ピアニーさん。私どうしちゃったのかしら。確か黒いモヤモヤが、ダメ、うまく思い出せない。いいんですよ、ピアニーさん。ちょっと悪い夢を見てただけです。悪い夢？あ、本当だわ。こ
ここって夢の中よね。アルフではないみたいだけど。あ、そうなんです。ピアニーさんはここから出る方法とかわかりますか？そうね、とりあえず眠ってみたらどうかしら。え？眠るって夢の中で？私たちが夢の中にいるということはもう眠っているということで、混乱してきそうです。深く考えなくったって大丈夫だよ。頭空っぽにして寝ちゃえばどうにかなるって。はあ、順応が早くて羨ましいです。さあ、ねんねしましょう。ここは元の場所？戻ってきたのか？おはようございます。おはようございます。君は、そうか、君のおかげで無事に戻ってこられたみたいだ。ありがとう。うんうん、私が迷惑をかけちゃったんだもの。これくらい当然だわ。もう知ってるかもしれないけど、私はピアニー、夢の国アルフの妖精よ。俺はアルベリアの第七王子だ。よろしく、ピアニー。うん、こちらこそよろしくね。ところでピアニー、いきなりだけど聞きたいことがあるんだ。ええ、あなたが寝ている間にシャロンからお話を聞いたわ。トールの手がかりを探しているのよね。そうなんだ。ピアニーは何か知っていないか？トールにはあったと思うんだけど、記憶があやふやになっちゃってるの。ごめんなさい。構わないさ。しばらくは正常でゆっくりと過ごしてほしい。ありがとう。同じ妖精同士よろしくね、ピアニー。私はナーム。よろしく、ナーム。夢の国以外の妖精に会えて嬉しいな。私も妖精の仲間ができて嬉しい。嬉しいな、嬉しいな。二人の妖精が戯れる姿なんて、まだ夢の世界にいるみたいですね。いたぞ、ドラゴンどもだ。この山に救うドラゴンどもは全て排除せよとのご命令だ。一匹たりとも生かすな。おなんだ、子供、どうしてこんなところに。ひどいよ、どうしてこんなひどいことするの。みんな痛がってる、やめて。何？うるさい、子供が口を挟むことじゃない。どいていろ。やめてくれないならチキ怒っちゃうから。何？ドラゴンだと？これ以上ひどいことすると痛くしちゃうよ。チキ、強いんだから。ひるむな。我らの目的を忘れたか。ドラゴンを排除し皇帝陛下への捧げ物とするのだ。
もう分からんじゃ、知らないから。くそ、引け。一旦体勢を立て直すぞ。やっと帰ってくれた。でも、きっとまた来るんだろうな。あの人の言った通りなんだ。この世界は。ここはどこ？お兄ちゃん？みんな、どこ？目覚めたか、神竜族の王女よ。あなたは。怯えなくともよい。そなたに危害を加えようというのではない。そなたの力を貸してほしいだけだ。いや、あなた悪い人でしょ。シキ、悪い人の言うことなんて聞かない。それは誤解だ、神竜族の王女よ。私がそなたに望むことは、とある世界の竜族の救済。救済？その世界では竜族は信仰の対象であった。だが、悪しき魔人の当局により竜族は迫害の危機にさらされている。所詮は異なる世界のこと。危機に瀕した竜族もそなたの知るマムクートとは異なる。それでもなお救済を望むか否か、私はそなたの判断が知りたい。知らない世界でも竜族はチキの仲間だよ。みんなを助けられるならチキ頑張る。さすが、幼きとはいえ新竜族の王女。その決意に敬意を表しよう。だが心するがよい。彼の地の魔人に侵された者の竜族への攻撃は、そなたの想像を絶するものになるであろう。ふえ！今日こそドラゴンどもを始末するのだ。魔獣を送り込んで、あの金色のドラゴンを抑えろ。やめて、来ないで。よし、今のうちだ。我らで残りのドラゴンを叩くぞ。行け。おいいぞ、攻撃の手を緩めるな。いや、みんないなくなっちゃう。地球一人になっちゃう。いや、一人は嫌。ドラゴンが町を襲っているだって？何かの間違いではないのか？そう思いたいんだけど、話を聞く限り間違いない。逃げてきたって人もいるみたいだしよ。ドラゴンさんは普通は人や町を襲ったりはしないんですよね？
まあドラゴンって言ったっていろんなやつがいるから、人を襲うドラゴンもいるけどね。でもわざわざ人間の町を襲うなんてあんまり聞かないわね。ドラゴンが人に利益をもたらすだけの存在でないのは確かです。自然を司る存在であるドラゴンは自然災害をもたらす存在でもあるわけですから。え、じゃあこの世界では嵐とか地震とかはドラゴンが起こしてるってことなの？ちょっと違うわね。そういうのは大抵マナの乱れから起こるものなの。私たちはそのマナーを抑えたり逆に活発にしたりできるってわけ。そうなんですか。で、ムムさんってドラゴンさんだったんですか？そうよ。これは世を忍ぶ仮の姿。本当の姿は気高くも美しい飛竜ブリュンヒルデ様ってわけ。すごいです。人の姿をしているけど本当は竜だなんて。なんだかお友達を思い出します。そういや聞いたことあるな。そっちの世界では竜人族とかマムクートとか言うんだっけ？はい、本当は私にとっても異界の人たちですけど、でも大切な仲間でお友達です。とにかく町が襲われてるとなると放ってはおけない。行こうみんな。ドラゴンの姿はないようだけど、襲われているというのは本当にこの先の町なのか？あ、なんだ、ちっちゃな女の子。あ、チキちゃん。皆さん、あそこにいるの私の仲間の新竜族の子です。あの子なら街を襲うとかきっと誤解ですよ。あ、シャロン待って。チキちゃん、私ですよ、シャロンです。え、チキちゃん、近寄らないで。みんなにひどいことする、悪い人たち。みんないなくなっちゃえ。しきちゃん、どうして？このままじゃ町に被害が。おとなしくしてもらうしかないわね。あんな姿を見た後じゃ気が引けるけど、少し手荒く行かせてもらうわよ。みんないなくなる。怖い夢消えちゃえ。置いてかないで。みんな地球を置いてどこかへ行っちゃう。行かないで。地球頑張るから。行かないで。もう一人ぼっちは嫌だよ。さすがに神竜と言われるだけはある。どうにかして動きを止めなければならないのに。でもあの子まるで悪い夢にうなされてるみたい。なんだかかわいそうだよ。夢、確かにこの世界は彼女にとって悪夢なのかもしれない。エルフィリス、何か知っているのか？
知らせがあったのです。帝国がドラゴン狩りをしている最中に金色のドラゴンが現れたと。そのドラゴンは土地のドラゴンたちを守って戦っていたのだとか。まさかそれが原因なのか。帝国兵がドラゴンを狩るところを見てしまったから人間は敵だと。それだけじゃないかもしれないです。チキちゃんたち神竜族は彼女を残してほとんど滅んでしまってるんです。そうか、他のドラゴンが殺されるところを見て自分だけ取り残される怖さを思い出してしまったのか。取り残される怖さ、一人でいる寂しさ、私にもよくわかるわ。もう一人にしないで。そんな声が聞こえてくるみたい。くそ、どうすりゃいいんだ。このままにはしておけねえし、かといって倒すわけにもいかねえ。簡単なことじゃない。悩むようなことじゃないわ。うむ、要するにあの子に一人じゃないって教えてあげればいいんでしょ。私にお任せよ、ダーリン。チキって言ったわね。ほら、こっちを見なさい。近寄らないで。ムム、ムム。チキ、あんたの仲間ならここにいるわよ。嘘、本当に。ええと言いたいところだけど、私は竜人族とかマムクートってやつじゃないわ。そうなの、チキとは違う。やっぱり私は。私とあんたは違うけど、それでもあんたは一人じゃないわ。私はドラゴンって呼ばれる存在なの。あんたと同じような人間とは違う存在。人間には呆れたり怒ったりすることもあるけど、それでも人間の仲間だってたくさんいるわ。それに大好きなダーリンもね。思い出してごらんなさい。あんたにだっているんじゃないの、そういう人たちが。思い出せたのならもう大丈夫ね。あんたは一人じゃない。そうでしょ？うん、思い出したよ。チキ、みんなと仲良しだった。一人じゃなかった。ありがとう。よかった。寝ているだけみたいですね。かわいいものじゃない。ねえ、ダーリン。私たちの間に子供がいたら、こんな感じかしら。え？それは、どうなのかな。もう、ダーリンったら、照れちゃって。でも、チキちゃんって、こう見えて結構な年齢ですよ。
子供というには年長さんじゃないですかね。あら、そうなの？まあ、ドラゴンみたいなものだと思えば、そういうこともあるわよね。確か、千歳くらいだったはず。は？千？この子、あたしより年上なの？ドラゴンのお姉ちゃん、どうしたの？え？ううん、別に何でもないですよ。え？アルフォンス王子の居場所が分かっただって？はい、そうなんです。さっきまでエルフィリスさんたちと異界の裂け目から現れた魔獣退治に行っていたんです。その時、異界の裂け目の向こうにお兄様を見つけたんです。あれは、狭間のさらに向こう、別の世界だったと思います。なんだって、異界の狭間から異界への入り口が開いたというのか？おそらく、シャロン王女の開く力に反応して、狭間から別の世界への入り口が開いたのではないでしょうか。つまり、どういうことだ？アルフォンスは別の世界にいるのか？多分あれは異界のお兄様です。この世界にそっくりな別の世界でお兄様が捕らえられている姿なんじゃないかと。聞いたことがあります。この世界は様々な異界に囲まれていて、異界はこの世界の別の可能性の世界なのだと。はい、異界のお兄様と同じようなところにこちらのお兄様もいるんじゃないかと思うんですよ。なるほど。それで、その異界のアルフォンス王子が囚われていた場所というのは？シャロン王女の話からすると300年前の風魔戦争時代の遺跡のようです。場所も特定できます。よし、行ってみよう。今はわずかな手がかりでも重要だ。おそらくこの先のはずですが。私が見たのは封印された扉の奥といった感じだったんですけど。扉、扉、あ、ねえねえ、あれじゃない？よし、行こう。待て。え？誰だ？クロムさん！クロムさんじゃないですか！知ってるのか、シャロン王女。君の知り合いってことは。はい、私たちの仲間です。私にとっても異界の英雄ですが、イーリス星王国という国の王子で自警団の団長もしている、とっても頼りになる人です。行方不明になった仲間の一人だったんですが、会えてよかったです。シャロン王女も無事のようで何よりだ。クロムさん、実は私たちは今、事情はあらかた把握している。この先にアルフォンス王子が捕らわれていて、それを助けに行くのだ。そうです、そうです、よくご存知ですね。だが、そうはさせん。お？お前たちをこの先に行かせるわけにはいかんということだ。特にアルベリアの第七位王子、ことと次第によってはお前をこの場で倒さねばならん。何？俺が何をしたと言うんだ？お前の行動、お前の選択の末には絶望の未来が待ち受けているかもしれん。俺はそれを看過するわけにはいかん。絶望の未来だってどういうことだ？
一つ質問に答えてもらう。第七幼児、お前には双子の妹がいると聞いた。その妹が現在自由を奪われているということもな。妹を救うためにお前は全てを投げ打てるか、その身を捧げることができるのか。もちろんだ、異界の王子。妹はゼシアは俺にとってかけがえのない大切な家族。ゼシアを救うためなら俺は全てをかける覚悟がある。そうか、聞いていた通りの人物のようだな。だが、だからこそあの未来へと続いたのかもしれない。お前が未来を託すにふさわしいかどうか試させてもらうぞ。力がないのならお前は絶望の未来を。残念だが、ここで倒れてもらう。どういうことなんだ。何が何だかわからねえが、こいつをやろってんなら俺たちも相手になるぜ。こちらとしても最初からそのつもりだ。悪いが手加減はできん。皆さん気をつけてください。クロムさんはイギリス帝王国切っての剣士なんです。ご忠告には及びません、シャロン王女。こうして向かい合うだけでも彼の強さが分かります。だが彼が俺たちの前に立ちはだかるなら、俺はそれを乗り越えなくてはいけない。いい目だ。こうして剣を交えねばならないのが残念だ。だが俺にも譲れぬ思いがある。行くぞ、アルベリアの王子。互いの信念をかけて。クロム王子、剣を収めてくれ。やはり俺にはあなたと戦わなければならない理由がわからない。そうです、何か訳があるなら話してください。俺は未来を託されたんだ王子、お前の妹からだ。妹？まさかゼシアに？一体どういうことだ。不覚にもトールに囚われた俺は異界へと送り込まれた。しかしそれはこことは別の異界。そこはトールによって滅びを迎えようとする未来の世界だった。未来？この世界が俺たちの未来にいたのか。異界は可能性の世界。この世界の辿った未来の世界がどこかに存在していてもおかしくはありませんが、そこで俺は滅びをもたらそうとするトールの軍勢と戦うゼシア王女と出会った。ゼシア王女、トールの軍勢が迫っている。残念だがこの城も長くは持たないだろう。そうですか、申し訳ありません。クロム王子、異界の方であるあなたを戦いに巻き込んでしまって。いや、生まれ育った世界が異なろうと、世に平和を取り戻し理想の国を築こうという思い、人ごととは思えない。ここで異界のことだと見捨てては国に戻り玉座に着いたとしても、俺は自分を王だと認められないだろう。だからこれは俺の戦いでもあるんだ、ゼシア王女。ありがとうございます、クロム王子。だが異界の狭間より送り込まれてくる軍勢は数が減る様子もない。このままでは。トールの軍勢の攻撃が始まったか。ゼシア王女、俺は軍勢を止める。その間に何とか対応策を。はい、
とかお気をつけて、クロム王子。トール、これ以上は貴様の思い通りにはさせん。たとえ神と呼ばれるものであろうとも、人の命を踏みにじることなど許されるべきことではない。西王国の王子よ、運命に抗うその強さ、見事であると言っておこう。だがもはや手遅れだ。この世界に審判は下された。天上の英雄たる資格はない。裁きの神髄を受けよ。城が、これは予兆。神の力による滅びは免れ得ぬものとの宣告。滅びの時は近い。覚悟をしておくのだな。ゲットボルメ。だが今は奴を追うより城のみんなを。セシア王女、無事か？この傷は。クロム王子、お願いがあります。喋るな、ゼシア王女。傷に触る、今。良いのです。私に残された時間が少ないことは自分でも分かります。私が見つけた破滅に向かう世界を救う方法、それを持って時を渡ってほしいのです。時を渡るだって？はい、時を移動する力を使って過去へと戻り、この絶望の未来を救ってください。そして兄様を救ってください。そんなことが。それが本当にこの世界の未来なのか。信じられないのも無理はない。それでも俺があの世界で戦ったのは紛れもない事実だ。あの世界の滅びの原因はお前にある、王子。お前の行動が世界を滅びへ導いた。嘘よ、そんなことするはずないもん。もちろん悪意によってではない。王子の慈悲と正義の心がそれをもたらしたんだ。最初の契機はアルフォンス王子の救出だった。捕らえられていたアルフォンス王子を解放したとき、同時に彼の力までもが解放されたんだ。アルフォンス王子の力、開く力か。そうだ。そのため世界は異界の裂け目で溢れた。その世界がどうなるか、それは俺よりも知っているだろう。魔獣のバッコ、黒いマナの反乱、異界の狭間の侵食、考えられる脅威はいくらでもあります。それがあなたが俺たちを止めた理由か。そればかりではない。世界が破滅へと向かった直接的な原因は、王子がこの世ならざる力に手を染めたことだ。そんなバカな話があるか。殿下がどうして。異界からの脅威に対抗するため同じく異界の力を求めた。
と言ったら納得できるか。王子、今の話をありえないと思うか。力の誘惑に負けぬ自信があるか。それは力を求めることは恥ではない。異界のそなたはわずかな希望にかけて己を捧げ戦ったのだ。貴様、トール。トール、お前がこの世界を破滅させようとする先人か。勘違いをしているようだな、竜の血の王子よ。世界の破滅も人の滅亡も我ら神々には全てさまつなこと。あえて滅びを望みはしない。だが破滅の運命を覆すため、かすかな希望にかけ戦う者の魂は美しく尊ぶべきものだ。だからお前が破滅の運命を与えるというのか。俺たちに抗ってみせよと。お前たちの好きに受け取るがいい、人間。なんて傲慢なの。神様って言われてる人の言葉とは思えないわ。見下すつもりなどない。私は人間に敬意を抱いているのだ。さあ見せよ、お前たちの誠の強さを。何とでも言え、トール。だがお前のもたらす運命は俺が変えてみせる。そうです、いつも好き勝手なことばっかり言って思い通りにさせないって前にも言いましたよ。クラムさんから企みは聞いちゃいましたからね。要はお兄様に我慢してもらえばいいってことです。残念だが時はすでに満ちた。そなたたちが開かれし国の王子を解放するのを待つまでもない。お兄様、お兄様。シャロン、いけない、僕から離れるんだ、シャロン。異界の裂け目が。裂け目がどんどんできてるよ。どうしよう。すまない、このままでは僕は君たちの世界に破滅をもたらすことになる。自分でもわかるんだ、この力はきっと。グッグッ。黒いマラがアルフォンス王子の体から。黒いマナと呼ばれる力によって開く力は幾重にも増している。今のそなたらにこれを止める術はあるまい。もはや運命の歯車は回り始めたのだ。世界の破滅へと向かって。ほう、世界の破滅か。なかなか面白そうな話ではないか。我が世界で随分と好き放題にしてくれたようだな、天上の神とやら。ゼシア。ゼシア王女だが、あの奇妙な雰囲気は。ううん、ゼシアだけどゼシアじゃないの。今は悪い奴に体を乗っ取られちゃってて。魔人の国の皇帝か。ここに何をしに来た。聞いていなかったのか。我が世界で好き勝手なことはさせない。
け目が閉じていく。これがこの世ならざる者の力なのか。そなたのような者でも世界の破滅は気に入らぬか、皇帝よ。我が手によってというのならば話は別だろう。なるほど。ではこの者の身をそなたに預けよう。私にはそなたのような囚人はない。ほう、近づきの印としては悪くない贈り物だな。ちょっとちょっと、人のお兄様を何だと思ってるんですか。ホイホイあげたりもらったりしないでください。気に入らぬのなら取り返せばよい。兄は目の前だ、開かれし国の王女よ。言われなくたってそうします。アルフォンス王子だけじゃない、ゼシアの体今こそ返してもらうぞ。そう焦るな兄上さん、どうせならばゆっくりと楽しもうではないか。この世界の破滅をな。すまないシャロン王女、もう少しでアルフォンス王女を助けられるところだったのに。あ、いえ、王子のせいじゃないです。私だって何のお役にも立てないで。むしろ俺が謝るべきかもしれないな。俺が関わったせいで少なからず歴史を歪めてしまったかもしれない。それに試すような真似をして悪かった王子。いや、クロム王子の立場からすれば俺を試したくなる気持ちもわかる。それにあなたの懸念はもっともだ。異界の裂け目を抑え込んだ皇帝、この世ならざる者の力。この世ならざる力なら世界を救えるかもしれない。異界の俺があの力を手にした気持ちもわかる。俺が何を懸念しているか分かっているだろうに、素直に言うんだな。嘘をついても仕方がないからな。もちろんあなたが伝えてくれたことを無駄にするつもりはない。俺の選択が世界を破滅に導くかもしれない。そのことは肝に銘じておく。心配すんな、そんな事態になる前に俺らが力ずくでも止めてやる。あんたが出てくるまでもねえよ。そうだな、お前たちにはお前たちの絆がある。それをもっと信じるべきかもしれないな。だが覚えておいてくれ、己を犠牲にする行為はそれだけで誰かを傷つけることもあるということ。わかった、クロム王子、忠告ありがたくいただくよ。話がまとまってめでたしめでたし万歳って行きたいところなんですけど。ああ、この世ならざる者がアルフォンス王子をこのままにしておくわけがない。いずれ彼の力を利用しようとするだろう。その時までに何か対策を立てておかないと。そのことだな。実はゼシア王女からこの状況を打開できるかもしれない案を預かってきている。なんだって、ゼシアから。ああ、その方法とは扉を作ることだ。扉を作る？そんなことできるんですか？正確にはシャロン王女たちの世界にある扉とは別のものだ。だが扉がないために不安定になっているこの世界を
安定させることができるかもしれないということか。でも扉なんてどうやって作ればいいんです？私でもそんな話聞いたことないですよ。可能性はあると思います。実際300年前のディアネル帝国が近いものを作っていますから。資料を正常に保管しています。300年前、帝国が作ろうとした扉を再現できないかやってみます。扉を作るだなんて、なんだかワクワクしちゃいますね。よし、私も頑張りますよ。こうして俺たちは世界を破滅から救うため動き出した。扉作りのための研究、連れ去られたアルフォンス王子の捜索、出現する異界の裂け目の対処、そんな風に過ごすうちにあっという間に日々が過ぎていった。随分と疲れているみたいだけど大丈夫か？少し休んだ方がいいんじゃないか？そうも言ってられません。いつまた異界の裂け目が大量に発生するかもわからないんですから。そうだけど、無理をして倒れでもしたら大変だ。進んではいるんだろ？ええ、あと一息なんですが。この先は扉に詳しい人の知識がないと無理かもしれません。扉に詳しいといえば、そうだ、シャロン王女はいくつも扉を見てきてるんだろ？そりゃあいっぱい扉は知ってますけど、使えるのと作れるのはまた別と言いますか。お兄様なら何か知ってるかもしれませんが。そうか、確かに彼は読書家だったし、そちらの世界の知識も豊富だろう。アルフォンスさんがいればってこと？なんだか振り出しに戻っちゃった感じね。アルフォンス王子の居場所か。まさかと思うか。クロム王子、心当たりでもあるのか？心当たりと言っていいのかわからないが、なくはない。俺のいた滅びを迎えようとする世界で王子が幽閉されていた場所だ。そこで世界が滅びゆく様を見させられたんだそうだ。確かディアネル帝国の砦だとか研究所だとかいう場所だったはずだ。ディアネル、調べてみる価値はありそうだ。行ってみよう。クロムが言ってた砦っていうのを見つけたよ。兵士がうろうろしててとっても怖い感じだったわ。ここしばらくこの近辺で戦いが起きたことはありません。普通なら兵士の気も抜けるはずですが。張らなきゃいけない理由があるってことですね。ああ、本当にアルフォンス王子がいるかもしれない。だけど、そうなると強行突破というわけにはいかないな。アルフォンス王子を人質にされたら手出しが難しくなる。ここは慎重に行かないと。じゃあ、チキが行くよ。え？チキちゃん、どういうことですか？チキが竜に戻ってガオーって行けばみんなチキの方に来るでしょ。ゆとりというわけか。考えとしては悪くはないが、何もチキがそんな危険な役目をしなくても。大丈夫だよ、知ってるでしょ、チキ強いんだから。そうね、私はチキに賛成。ここで悩んでても仕方ないわよ。心配しないで、私もついてくから。ドラゴンが2体で暴れてたら連中も他に目を向ける余裕はないでしょ。分かった、
だけど、くれぐれも無理はしないでくれよ、チキ、ムム。ドラゴン、それも2体も、なんでこんなところに。迎撃だ、ドラゴンを近づけるな。よし、今のうちだ、行くぞ、みんな。急ごう、二人が敵を引きつけてる間にアルフォンス王子を探すんだ。己侵入者め、格だ。まだ砦内にも兵は残っている。油断はするな。早くアルフォンスさんを見つけないと、頑張りが無駄になっちゃう。アルフォンス王子。王子、やべえぞ、帝国の連中、ここに俺たちが来るのは想定済みだったみたいだぜ。外を見てくれ、北側の平原だ。帝国軍、兵を伏せていたのか。そうらしいな。だがそれはこっちも同じだ。森に待機させてる仲間を呼び寄せる。なし崩し的になっちゃったが、この砦の攻略と防衛を同時にやるぞ。分かった、外の帝国兵を砦に近づけるな。内部の者は急ぎ砦の制圧を。行くぞ。僕は危険は承知の上だ、アルフォンス王子。それでもこの事態を解決するために君の力が必要なんだ。君まで来たのか。相変わらず人のために危険を冒しているんだね。どうもそういう性分らしい。それにお互い様だろ。そうかもね。さあアルフォンス王子、今のうちに安全な場所に。ほう、まるでどこかに安全な場所があるとでも言いたげだな。安全な場所などない。むしろ今や開く力の近くこそ最も危険な場所と言えるやもしれん。出ましたね、お兄様は返してもらいますから。うん、よかろう、持っていくがいい。荒れ狂う開く力とともにな。異界の裂け目が忘れたわけではあるまい。荒ぶる開く力によって作られた裂け目を我が抑えていたこと。たがの外れた力は世界を異界の裂け目で覆い尽くす。やがてこの世界は異界の狭間に飲み込まれるだろうな。だが一つチャンスをやろうではないか、兄上様。チャンスだって。この世ならざる力を受け入れ、さすれば異界の裂け目を抑えることもできる。この世ならざる力を。
いけない。そんなことをすれば君は。そうだな、その時貴様は貴様ではいられぬだろう。命さえも危ぶまれるかもしれない。だが一人の犠牲で世界は救われるのは安いものだろう。断る。俺はそんな力に頼りはしない。俺は託されたんだ。滅びてしまった世界から、ゼシアから、信じてくれた人々を裏切ることはできない。そうか、残念だ。では世界崩壊の序章として異界の王子に犠牲になってもらうことにしよう。お兄様、しっかりしてください。お兄様、シャロン逃げるんだ。アルフォンス王子、黒いマナの影響か。このままでは黒いマナが異界の王子を蝕み続けるぞ。兄弟が戦う姿を見続けたいか。シャロン王女、下がるんだ。ここは俺が。残念だが、そなたの相手は私だ、竜の血の王子よ。トール、この世ならざる者と手を組んだのか。組んだという表現は正しくはないが、目的は合致している。この世界の崩壊という目的はな。くそ、二人に近づけない。シャロン王女、アルフォンス王子。今からでも考え直した方が良いのではないか、兄よ。異界の兄弟の殺し合いを見るのは忍びなかろう。王子、大丈夫ですよ。私は異界のお兄様と戦ったことだってありますからね。お兄様と戦うくらいへっちゃらです。あれ、おかしいです。戦うくらいへっちゃらのはずなのに、なんで涙が出るんでしょう。シャロン王女、アルフォンス王子、こんな時に何もできないなんて。嘆くことはない、竜の血の王子よ。神の力の前に人が無力であるのは当然のことだが、それを覆すことができるのもまた人の力か。うわが止まった。黒いマナが消えていく。どういうことだ。兄様。あ、そんな、まさか。兄様、黒いマナは私が何とかします。だからお二人を助けてあげてください。
シア、ゼシアなのか。はい、ですが今の私ではこれ以上抑えきれそうにありません。また意識が生まれて。ゼシア、しっかりするんだゼシア、今助けるぞ。兄様、私は大丈夫です。つまらぬことをしてくれたのよ、この。人の力を侮ったか、皇帝よ。追い詰めればこうもなろう。見解の相違だな、聖女。侮っておらぬからこそ追い詰める必要があるのではない。まあいい、異界の力を利用しドラゴンどもの目論みをついえさせればと思った。凶がそがれた。あとは好きにしろ、戦士。黒いマナの力がなくとも開く力によって世界が裂け、狭間に飲まれゆくのは変わらない。さらばだ兄上、己の選択が何をもたらすか思い知るのだ。絶望とともに消えゆく世界を眺めるがよい。人間たちよ、心しておくがよ。神の裁きはこれからだ。殿下、遅くなりました。ご無事ですか。アルフォンスさん、シャロン、大丈夫？俺たちはなんとか大丈夫だ。みんなは？今のところはな。しかし外はとんでもねえことになってるぜ。どんどん異界の裂け目ができて、魔獣や黒いマナで溢れちゃってるわ。俺の知る破滅に向かう世界そのものだ。ああ、だけどそうはさせない。そのために準備をしてきたんだ。クラウ、早く正常に戻って。いえ、ここに扉を作りましょう、王子。この場所は錬金術を研究していた研究所のようです。環境も適しているし、時間もありません。扉を作ろうとしているのか、君たちは。はい、扉があれば開く力に過剰に反応して異界の裂け目が開くことを防げるはずです。なるほど、わかった。僕も協力させてもらう。何ができるかわからないが、世界を混乱させた責任が僕にはある。よし、俺たちは扉が完成するまでこの場所を守るぞ。だけじゃなく、ディアネルの連中まで嫌がるぜ。ねえ、あれ見て、チキがいるよ。どうして？異界の私たちかしら。多分あれは空想です。英雄の姿を模した人形、そういうのがいるって聞いたことあります。自分と同じ顔と戦うのか。いい気分はしないが、敵となるなら手加減はできない。竜の血の世界の人間たち、そして異界の英雄たちよ。通れ。これより
我が軍勢と魔人の帝国に組する軍勢によってそなたたちの希望の砦を打ち砕く。この世界は異形の獣と黒き力で満ち溢れるだろう。もはや滅びの時を免れぬ運命だ。やらせるものか。そのために俺はここにいる。かつてあった世界のためにも運命を変えてみせる。そうだ、抗え、戦え。そこにこそ希望がある。神すら及ばぬ戦いを求める魂がそなたたちの唯一の希望となるだろう。あなたの言う戦いを求める魂はきっと幸せを求める魂のことだわ。本当はみんな幸せになりたいだけなのに、あなたはまるで悪い夢。みんなを悪夢から解放してみせるわ。チキ、知ってる。強いって怖いことだよ。どんどん一人ぼっちになっていっちゃうの。チキ、みんなと一緒にいたい。だからもうあなたの言うことは聞かないよ。いずれにせよそなたたちは戦わざるを得ない。誠の強さを示し覆せぬ定めを覆すのだ。さすればそなたたちには新たな道が用意されることだろう。いりません、そんなもの。新しい道は自分たちで作ります。大勢のお友達と力を合わせて。この世界を滅ぼさせはしない。行くぞみんな。やあ、また出てきた。一体いつまで。異界の裂け目が閉じていく。扉が出来上がったのか。見事だ英雄たち。よくぞ我が軍勢を前に世界の崩壊を止めてみせたな。チッ、思惑を外されたってのに涼しい顔は変わらねえ。それともこれもお前の思惑通りか。そのようなことはない。いや、仮にそうであったとしても神の思惑さえ超えてゆくのがそなたたち人間。己が理想のため神にすら挑む抗う。その強さは我々が持ち得ぬ尊きもの。そなたたちの強さに敬意を表し、ここは引かせてもらおう。引く。この場で決着をつけるつもりはないということか。決着を焦ることはない。いずれまた相まみえることになろう。遥かなる世界の彼方。これが新しい扉か。即席のものですからいつまで持つか不安ですが。それでも僕たちが元の世界に帰るには十分だよ。みんなのおかげだ。ありがとう。さあ帰ろう、僕たちの世界へ。もう帰っちゃうんですか。せっかくだからもっとゆっくりしていきましょうよ。ダメだよシャロン。この不安定な扉が力を持っているうちに僕たちだけでも帰らないと。扉が力を失えばまた開く力がこの世界に迷惑をかけることになる。
まあ仕方ないですね。お別れなんだね。前の時もそうだったけど急すぎるよ。大丈夫、またいつでも会えるわ。だって目をつむって横になればそこは夢の世界。私はいつだってそこにいるわ。うん、そうだよね。次は夢の国にピアニーに会いに行くよ。またね、チキ。帰っても元気でやんなさいよ。うん、ムムのお姉ちゃん、またね。ここはチキみたいな人がいっぱいでとっても嬉しかったよ。あんたの世界には竜族が少なくて寂しいかもしれないけど、何の心配もいらないわ。この世界にはチキの仲間がいくらでもいるんだからね。うん、チキ、もう寂しくないよ。ありがとう。クロム王子、あなたには感謝している。あなたがいなければこの世界もまた滅びを迎えていたかもしれない。感謝するのなら俺ではなくゼシア王女にするんだな。俺は彼女の望みを叶えただけだ。しかし絶望の未来を変えるため時を遡る。まさか俺までそんな経験をするとはな。え？いや、こちらの話だ。俺も王子には感謝している。強い絆さえあれば何度だって運命は変えられる。それを証明できたんだからな。王子、覚えているかい？前に僕が元の世界に戻る時のこと。あの時に君が言った通りだったね。絆があればまた巡り会えるって。ああ、わずかな時間だったけどまた会えて嬉しかったよ、アルフォンス王子。でもあまりにも短い間だったからやっぱり名残惜しいね。言っておきますけど、私はこれでお別れとは思ってませんからね。まだまだいっぱい異界のお友達を作るのが目標なんですから。今回のことで私と王子の間にも極太の絆が生まれちゃいましたからね。きっと巡り会えまくっちゃいますよ。あなたもそう思いますよね。え、ああそうだね。シャロン、彼が困ってるじゃないか。まったく悪いね、いつもこんな調子なんだ。僕も振り回されっぱなしだよ。でも少し羨ましいよ。今の俺は妹に振り回されたくてもできないからね。そうか、ゼシア王女。すまない。いや、謝らないでくれ。むしろ今回のことで自信がついたよ。ゼシアは必ず取り戻すことができるって。そうだね、あんな状態でも僕を助けてくれたんだ。この世ならざる者にもきっと打ち勝つことができる。私もそう信じてます。次はゼシア王女とお友達になりに来ますね。絶対また会いましょうね、皆さん。ああ、またいつの日か。この絆がみんなと巡り合わせると信じてる。また会おう、異界の英雄たち。
それまであなたのシャロンのことを忘れたらダメですよ。